横浜港未来21元と横浜横浜初めて物語横浜初めて物語の出入り口横浜初めて物語は神奈川県横浜市西区の元と横浜内に存在したアミューズメントレトロテーマパークである元と横浜が2015年1月25日に営業を終了したため当施設も同日閉店となった 通常のレトロテーマパークは1960年代以降を中心としたところが多いが、横浜初めて物語は、施設名からもわかる通り、明治時代初期に横浜経由中心で入ってきた西洋文明をモチーフにしている。このため以下の内容が特徴となっている。もう一つの特徴はゲーム会社の台頭の直営店で、あるため、アミューズメント施設も充実していることで、 遠日風のゲーーーームコーナーまであったオープン当初はエレメカ、エレボン、スペースインベーダーなどのレトロゲームが11台設置されていた。これらは一度撤去されたものの2008年10月にレトロゲームが再度設置された。この他、施設内にはフードコートも設置されていた。また、同じく、県と横浜内にあった映画館。 109シネマズの鑑賞後チケットによる割引サービスなどもあった。アニメ番組、漫画初めて物語にちなんで命名された。ありがとうございます。